What's up, everybody? ジョースケです。富山に来ちゃうということで、みんなね、剣岳の登山の動画とか見てもらったと思うんやけど、実は富山の視聴者さんからね、この動画撮ってくださいというリクエストをいただきまして、富山のソウルフードを紹介したいと思います。多分ね、みんなの県民賞とかテレビとかでね、いろいろ取り上げられていたすごいこう歴史のある面白い料理があるんで、今日はそれをねちょっとみんなに紹介したいと思うんで、早速お店ご案内したいと思います。外観からめちゃくちゃ面白いから。こちらです。ドンドン。どこって感じやけど、あの緑の建物、こっち来て。じゃじゃん、元祖富山ブラック。そう、実は富山ブラックラーメンっていうのがあるよね。すげえな。ごめん、正直俺知らんくて、初めて教えてもらってネットで調べたらめちゃくちゃ面白そうなラーメンあるやんと思って。有名なんやな、富山ブラックラーメンで。お店がね、渋いのよ。またこちらです、西町大輝さん。見て、一応ね11時にオープンで、ちょっと並ぶかなと思って、俺ら気合い入れすぎてね、今ちょっと30分前ぐらいから来たんやけど、まだ開いてないんで、ちょっと開店までねちょっと待機して、また中に入ってね、いろんなことを紹介したいと思います。ここが実は富山ブラックラーメンの発祥のお店でもあるんで、お楽しみに。看板もない状態、すごい歴史がある。はい、じゃあ大輝さん、お邪魔します。うん、寿司。すごい。富山ブラック大輝さん、食券を買ってですね。名物中華そばですよね。これね。これしかないので。これしかない。はい。と、はい。ありがとうございます。ここでセルフの水。あ、お水置いてありますので。はい。お水もこちら。あ、はい。お、すごい。こちら。おー、奥こんな感じ。うん。うわー。大輝さん、すごいね、サインの数が。ほら、もう。あ、大泉洋さんとか。ここはちなみにね、ほんと1947年に、屋台でね最初は創業されたらしいね。でなんでこんなねブラックラーメンっていう名前かっていうと、戦争中にね富山のこう大空襲があって、それでね富山を復興するためにね、若者をこうたくさん呼び集めて、現場労働者の方がたくさん働く場所やったらしいね。でそこでやっぱめっちゃ汗流すけどさ、その塩分がなくなるから、その塩分をちょっと食べ物で摂取せねばということで、昔のねこの店主さんが醤油ラーメンのめちゃくちゃ濃い味のラーメンを作り出したっていうのが発祥らしい。でこの大輝さんっていうのがその1店舗目なんで、本当にその発祥のお店で、もともとは屋台やってで、その屋台から今の店主さんが味とか、レシピとかを全部受け継いで、そのままここの店に至ると。だからね、お店の外観とかもかなり味があった、もう70年前からあるってことだからね。富山ブラックラーメンはね、ほんと富山の中にいろんな店舗さんがあるんで、だからね、ほんとここが一番有名やからね。ただこれだけのサインがね、中華そばのみで、大と特大とライス、味があるね。一応ね、なんかの富山の人いわく、結構県民賞とかテレビで取り上げられたんやけど、結構賛否両論が一応あって、富山ラーメン大好きやっていう人も、地元の誇りやっていう人もおれば、いや富山来たらブラックラーメン食うぐらいなら寿司食えよとかいう人もおったりとか、まあ、富山の人の中でも意見は割れちゃうらしいけど、名物料理でもあるんでね、ちゃんと味を確かめて、しかもここの本店は昔からほんと一個も味を変えずに今に至っちゃうらしいから、楽しみやな。あ、ありがとう。うわ、すげえ。ブラックラーメン。おお。すごい。
ブラックラーメン、名前の通り真っ黒。すごいね、こんな感じなんや。スープからいただきます。おお、濃い。すっごい醤油の味が、めちゃくちゃ醤油味。見て麺がさ、ほら、ほら、ちょっと太麺で色が、何色っていうのこれ、醤油染み込んじゃうみたいな色が。じゃあ麺もいただきたいと思います。それではいただきます。濃い。すっごいしょっぱい。やっぱさすが塩分取るために作られたラーメンって感じで、でもこのネギがあることでその濃さがちょっと中和されて、めちゃくちゃ普通にうまいんだけど。うん、うまい。チャーシューもある。うわー、チャーシューも濃い濃い。癖になるね、でもこれうまいよ。今取ってくれちゃうケイちゃんにもね、味見していただきたいと思います。はい、うわー、楽しみにしてたブラックラーメン、いただきます。はい、今スープからすごいよ。おお、どうすか。めっちゃパンチ効いとる。うん、濃いな。濃いやろ。うん、ガツンとくる。すごい太麺絡ませて。ほんとにザ醤油やろ。うん、なんかどこかあっさりやけど濃いな。うん、パンチ効いとる。これは塩分摂取できるわ。これ他の具材と食うことでめっちゃ中和されてうまいのよ。お、メンマ一番濃っ染み込み上醤油が。うん、うまいよ。でも好きかも。全然ネギが一番中和されてうまい。うん、地元の人もほんと癖になる人は週3とかで来る人もいるみたい。うん、ライスも頼めるから、ライスとあってもめちゃくちゃうまいね。多分めっちゃ合うと思う。ライスと卵をゲット、70円。これを溶いてすき焼きみたいにね、ここに入れて食うというスタイルらしい。すごいよ、美味しそう。まあね、これぶっといやつ。うわっ、ここに浸して、すき焼き、もうすき焼きのなんか締めのうどんみたいな。いただきます。うまい。めっちゃマイルドになった。このメンマが、ブラジルで甘いもん、なんか世界で一番甘いサトウキビジュースみたいなもんだけど、それと同じぐらいのふーって震えるぐらいメンマが濃い。これもうめちゃくちゃ濃いんやけど、塩辛いんやけど、プラスこのペッパーみたいなのもあるよね。うん、うん、うわ、ペッパー入れたらもっと濃い。普通の醤油ラーメンのちょうど5倍ぐらい濃いかも。わー、濃い。見てこれ。卵入れたらマイルド。だから水がいる。いいけど塩分欲しい時には最高やな。普通に味としてはね、うまい。醤油ラーメンのめちゃくちゃメガトンパンチのスパイスが効いてる感じ。昔ながらの味をこのまま変えてないっていうのがね、これまたいいよな。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。美味しかったです。一応あれですよね、もう70年前のものから全く濃い味は変えてないんですよ。私は70年前はいないです。いやでも美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。渋いな、出るときも。はい、来た。ごちそうさまでした。美味しかった。
大輝さん味あるね本当に。いやガツンときた。すごいパンチがあるな。久しぶりになんかこんなパンチのあるもん食った。海外でねゴキブリはじめいろんなもんなんか食ってきたんやけど、さなんか独特な味がしたね。中毒性のあるというか。でもねあれだけ有名な方も来てるし、こうやって70何年もねずっと店を構えられてるっていうのはね、本当地元の方に愛されてる証拠だと思うんで、みんなもぜひ富山に来たらブラックラーメン挑戦してみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、いつもの日常とか、リアルタイムの話は概要欄のインスタの方でいろいろアップしてるんで、そっちの方フォローよろしくお願いします。ということでみんな今日も動画見てくれてありがとう。それじゃあ富山最後かな。富山県ありがとう。 See ya! バイバーイ。